さあ、コバマーティン、ダンメル、コバ、金田です。バレーボール、ネーションズリーグ。あの、日本対フランス男子は、フランスにまさかのストレート負けでございましたね。石川由紀さんの抜けた穴が大きくね。はい。やはり攻撃では全然勝てないですね。はい。<coughs> やはり攻撃性がまだ全然足りてないはい。課題がまだ多すぎる。やはりね、優勝を味わいたかった気持ちはよく分かった。だけどね、負ける試合では見たくもないな。はい。今の試合見たらね、ありえない状況です、男子。はい。 ゴッツがいればね、勝てたんですけどもね、ゴッツって誰だかわかる石島祐介さんですね、はい。やっぱりね、ゴッツポーズ見たくんに、はい。いやー、バレーボールね、ショーズギング、本当は勝ってお,しおきたかった試合ですね、フランスには。うん。金星見たかったです、はい。確かに世代交代は進んではいたもののね、何をやってもダメな男子日本代表ですよ。メダルまだ遠すぎるやんほんまやんふざけんなって言いたいです、はい。というわけで以上です。バイバイ。